お腹の肉がなかなか取れん。腰の肉も気になる。めっちゃおすすめ。下腹ぽっこり。食後に出るお腹、なんとかしたい。こんなのやるけど、全然変わらん。もしかして骨盤前傾ですか？マジこれやって。足を閉じて伸ばします。もし股関節痛い人はね、たまに膝を開いてもいいです。開いたり閉じたりしてもいいです。閉じた方がしっかり足が伸びます。OK、 足ついたまま片足伸ばします。つま先をしっかり上げて、足を顔の方に持ち上げながら手でぎゅっと引っ張ります。これで足首から腰まで全部伸ばしましょう。あと膝が曲がらないように、ちょっと痛い人なのね、初めは軽く、痛みに慣れるとしっかり引っ張って、しっかりつま先を上げておいてください。ここが硬いと反り腰になりやすいです。 OK、反対も一緒です。しっかりつま先を上げていきましょう。オッケー。腰痛い人はね、腰にビリビリっとくるかもしれないんで、初めは軽くのうちでいいです。慣れてきたら引っ張る。だいぶお腹と腰がバランス取れています。今度はこのまま膝を曲げて、片足ずつ床についたら戻しましょう。この時腰が浮かないように、腰を床にペタッとつけたままで足を動かします。スタート。早く動かすと腰が浮いちゃいやすいんで、おへそをこっち向けたまま足をゆっくり動かしてください。この後の腹筋メニューで、この腰を床につけることがとても大切になります。OK、 1、2、できれば7から10秒です。4、5、6、7、8、9、10、吸って、吐く。1、どんどんお腹を引っ込めていきます。7、8、9、10。OK です。今度は反対です。見ながら一緒にやっていきましょう。息がなくなったら戻って吸ってください。3回やればいいです。いきましょう。をどんどん引っ込めます。4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。次はそのまま横に倒れて息を吐きましょう。3回ずつです。4、5、6、7、8、9、10。息が結構上がってきますよね。呼吸を戻しながらね、行っていきましょう。いきましょう、反対です。2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、どんどん引っ込めて。6、7、8、9、10。
中。分かりにくい人はね、お腹に手を当てて引っ込めてください。9、3、4、5、6、7、8、9。 OK です。次は楽に座った状態で手をお腹に当てて、手で押さえながらお腹を引っ込みましょう。3回いきましょう。スタート。9、3、4、5、6、7。どんどん引っ込めて。10。 OK。 ちょっとね、呼吸をね、戻していきましょう。それではうつ伏せです。肘をついた状態からお腹を上に持ち上げながら息を3回いきましょう。いきます。1、2、お腹をどんどん引っ込めて。4、5、6、7、8、9、10。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。どんどん引っ込めて。2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。次は手を脇の下について体を反らしましょう。これで息を3回いきます。いきましょう。あと2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。次は少し手を前に出して同じように体を持ち上げます。しっかり後ろを向きます。肩の上に顎を乗せるようなイメージ。これで呼吸を3回いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。反対も同じです。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。